続きまして、6人目のプレゼンターをご紹介いたします。テーマは、ブレインデコーディング、脳から心を読む技術、上谷幸康先生です。それでは、上谷先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、京都大学の上谷と申します。よろしくお願いします。私の専門分野は計算神経科学と呼ばれる分野でして、他の先生方とちょっと違って、実際の動物の脳とか神経細胞の組織を使って実験というのはあまりやらないんですけれども、コンピューターをカチカチやりながら脳の研究をしています。で、私がこの10年ぐらい研究しているブレインデコーディングという技術について今日お話したいと思います。この考え方自体はですね、古くからありますし、皆さんも一度は考えたことがあるんじゃないかと思います。で、実はこのイジアルバーさんというですね、長谷川町子の漫画、昭和38年の漫画にも、そのアイデアが登場します。これは4コマ漫画です。1コマ目から見ていきたいと思います。で、イジアルバーさんが車に追突されたということで病院に来ます。で、一度脳波を調べてあげようということで、よろしくお願いしますと、深々と礼をするんですけれども、これは脳波計で脳波を測ってます。で、脳波っていうのは昔から、原理としてはそんなに変わってなくて、基本的には脳の表面、脳じゃなくて頭の表面に電極をペタペタ貼って、そこで計測できる、電位の変化を調べるものです。で、イジアルバーさんの脳波を測っています。で、次最後なんですが、これ分かりますかね。やぶに分かるかっていう文字が出てくると。で、これがまさにブレインデコーディングなんですね。で、脳波とかですね、他これから出てくる脳のイメージ、脳の画像ですね。それもその信号だけ見てたら何がなんかよう分かりません。で、そこに何か意味を見出すというのがブレインデコーディングです。で、じゃあそれなんでデコーディングというかといいますと、最近、近代というか現代の脳科学においては、脳の信号がですね、心の状態とか、行動、とか身体の状態をコードしていると考えます。つまりコンピューターにおいてテキストや画像が01でコードされていると言いますよね。それと同じように考えるわけです。ですから脳と心の関係というと、昔から哲学の問題として、難しい問題として議論されてますけれども、ここではすごくあっさりとコードされるするものされるもの、例えばコンピューターのテキストと01の符号、そういう関係で捉えることがあります。で、そう捉えることでいろんな数理的な手法が使えて、さまざまな解析ができるようになっています。で、実際どういうことをやっているか少し紹介しますと、これはですね、 MRI というスキャナーの中で、被験者が左上の画像ですけれども、グーチョキパーの動作をしています。これ今グーグーグーというのを繰り返しています。今パーになりました。で、その時の脳活動を測って、その脳活動だけからどういう動きをしているかっていうのを解読してロボットに真似させるというのをやってるんですね。で、今パーパーパーと真似をしています。今チョキに変わりました。でもロボット今ちょっと迷ってます。今考えてます。今チョキになりましたと。で、ちょっと遅れるんですけれども、その遅れを無視すればかなり正確に指の動きを解読して真似することができます。ちなみにこの遅れが生じるのはこの MRI の特性でして、脳の活動を測っているといっても、実際に脳の電気的な活動を測っているわけではなくて、そこから遅れて生じる血流の変化を見ているために、このような数秒の遅れが生じます。で、ここで我々が解いてた問題というのは何かというと、このようなもわっとした脳画像の信号が出てきました。で、これを見てグーを、この人がグーかチョキかパーかどれを出しているか当てるということですね。
誰か分かります？これ見て、これ見ても多分分からないと思います。でチョキやってるからといってなんか画像の中にチョキの形が見えるとかそういう話ではあります。ですか、これは脳の信号っていうのは、まあ、コードと言いましたけれども、まあ、暗号みたいなものです。ですからチョキの形手の形を表現するのに脳活動がチョキの形してる必要はないわけですね。全然違う形でもいいわけです。ではですね、まあ、ヒントといいますか4つずつ画像を見せます。ですか、でこれ4つずつで何か共通のパターンって見えますかね。多分これでも分からないと思います。僕もこういうの常に見てますが全然分かりません。じゃあなんでさっきのようなグーチョキパーをこうロボットに真似することができたかというと、我々はですねもうコンピューターにパターンを学習させたんですね。でも自分の目で見ても分からんパターンはもうコンピューターに任せようと、まあ、今の AI ブームじゃないですけれど もうコンピューター任してしまおうというアプローチです。で我々使ったアプローチは別の言い方すると機械学習によるデコーディング。で機械学習というのは今の AI 人工知能でもよく使われているというか、まあ、そのコアの技術ですね。で、まあ、機械学習というのも基本的にはコンピューターのプログラムなんだけれども普通のプログラムとは違ってデータを与えることでプログラムが自分自身でこう規則とかパターンを見つけて学習するそういう能力を持っている、まあ、コンピューターのアルゴリズムのことです。でここでどういうふうに使うかというと、脳活動を計測して刺激や課題のラベルをつける。つまりグーチョキパーだったらそれをやっている時の脳活動を測っておいてそれぞれの動きに対応する脳活動にグーチョキパーというラベルを貼っていくわけですね。でそのデータをある程度貯めてそのデータを機械学習のアルゴリズムにこう掘り込んで解析させると。でパターンを見つけさせて最終的に脳活動のパターンを入れたらグーチョキパーどれか正しい答えが出るように、まあ、学習するわけです。でこうして学習させたデコーダーを、まあ、新しいデータでテストすると、まあ、こういう手続きを踏みます。でこの、機械学習を使ったデコーディングという方法を最初に提唱したのが、まあ、この2005年の、研究 でここではですねグーチョキパーではなくて視覚的方位と言いますけれども、これここに示したように、まあ、縞模様の線の向きだと思ってください。でそのどの向きの縞を見ているかというのを脳から当てるという課題を扱いました。で、まあ、これをやるために頭の後ろの方にある大脳の視覚野というところから、まあ、数百から千個ぐらいの脳画像の画素を取ってきてそのパターンを使って機械学習のモデルを作って、予測するということをやるとこの右に示したようにこの青の線で示したように、まあ、非常に高い精度で見ている画像の、線の向きが当てられるということが分かりました。でしかしですね、まあ、これなかなか信じてもらえなかったんですね当初。というのは、この線のこの方位傾きというのは猿とか猫を使った実験から脳の中でも非常に細かい構造に表現されているということが知られてました。でそれに対して脳画像の画素はかなり大きいんですね。なので、まあ、そういうこともあってここに2つ示したように、一個一個の脳画像の画素の信号強度を、見てもその方位の違いによってほとんど違い出ないんですね。しかし方位の情報というのは脳のある一箇所に点のように表現されているわけではなくてある程度広がったところに分散して表現されています。ですのでちょっとずつですね画素の中に情報があると考えるわけですね。でそれを先ほどの機械学習の方法で見つけたパターンを使ったパターンとルールを使ってうまいことを何百何千という画素の情報を組み合わせてやることによって例えば45度の線の向きに対してだけ強く応答する、まあ、そういう、バーチャルな方位検出器を作るというようなことができることが分かりました、まあ、つまり、脳の中で、分散した表現があると。で一個一個の画素を見ても分からないけれどもそれらの情報をうまく機械学習ので学んだパターンを使って組み合わせてやることで、まあ、非常に、細かな情報も読み出せると
ということが分かりました。で、我々はこの方法をベースにして、さまざまな方向で、新しいレコーディングの方法を開発してきました。その一つがこの視覚像再構成というものです。で、これはですね、その脳活動を例えば小数のラベル、縦横斜めとか小数のラベルに分類していくような今までのやり方ではなくて、脳活動からですね、見ているものをそのまま画像として再構成しようというものです。で、ここにその元画像と脳画像だけから再構成した見た画像というのを示しています。で、ここでは特定の図形に対する結果を出しますけれども、この方法を使うと一応あらゆる形に対してどんな画像を見せても脳から再構成できるということが示されています。で、ただし、この時はできたのはだいたい 10×10 ピクセルぐらいの、白黒の非常に粗い画像しかできませんでした。で、ちなみに、この成果は2008年にこのニューロンという、ジャーナルに論文が掲載されて表紙を取ることができたんですけれども、この右にあるようなニューロンという文字を使って実験したのは実はこの表紙を取ろうと思ってこういう実験を加えました。で、こんなことやっても普段普通うまくいくことないんですけれども、この時だけはうまくいきました。でですね、これをさらに最近も発展させようといういろいろ新しいことに取り組んでまして、これがほぼ最新の成果です。で、これ左が元画像で右にたくさん画像ありますけれども、これは少しずつ違う条件で再構成した画像を示しています。で、色もついてるし解像度も高いし、かなり、10年前とはだいぶ違ったものができるようになってきました。で、ここで使っているのはディープニューラルネットワークといって、これもまた人工知能、現代の人工知能で非常によく使われているものなんですけれども、そういうのを使うことによって単に画像の明るさとか線の向きだけじゃなくて、いろんな複雑さを持った特徴が脳に表現されているんですね。そのいろんなレベルの複雑さを持った特徴を脳から抽出してこのような複雑な画像を再構成するということもできるようになってきました。で、さらにですね、これを使って心の中のイメージを再構成できないかということも取り組んでます。私これはまだなかなか難しくて、現状ですね、できているのがこのぐらいですね、ですかね。この四角だとドーナツみたいな形が再現できているのが分かると思います。下が十字に見えるかそれはちょっと微妙なところですけれども、こういうのをさらに精度を上げていって、現代版の念写と言えるようなものをこれから作っていきたいと考えています。で、少し、時期遡るんですけれども、2008年に、人の脳活動からこの画像を再構成することに初めて成功した論文を発表したときに、日本のメディアでもいろいろ取り上げていただきました。で、これは関西の朝の番組で、まさかですね、自分の研究について坂東英二さんがコメントくれるとは思いませんでした。で、こういう時にほぼ常にですね、将来や夢も解読できるんじゃないかという議論がよくありました。で、当時はもちろん夢の研究は、やろうかなとしてたぐらいでまだ結果はなかったんですけれども、なんかできるんじゃないかと。というのは夢っていうのは視覚的な要素が非常に強いと言われています。それは民族を問わず視覚的な要素が強いと言われています。で、視覚的な体験が、睡眠中に生じるということは、おそらく、何も、刺激が与えられてなくても脳の視覚野では、起きてものを見ている時と似たような状態にあるんじゃないかと。だとすれば起きている時の脳活動パターンからデコーダーを作っておいて睡眠中の脳活動を解析すれば夢の内容をデコードできるんじゃないかということは考えてました。で、しかしですね、これ、言うはやすしで実際に実験的に証明するのは非常に大変で、最初に、夢の解読の論文を出したのがその5年後の2013年になります。で、我々はその睡眠の研究の経験もないですし、
すごく 手探りで始めたんですけれども、まあ、最終的にこういう実験をやってデータを取ることにしました。でこれはですね、脳波のキャップをかぶってます。で脳波のキャップをかぶってこの MRI に入ります。ですから脳波と MRI 同時に取るんですね。で睡眠状態、つまり寝てるか起きてるかとかレムかどうかというのを知るには脳波の方が MRI よりいいんですね。で今このお姉さんが見てるのは脳波の波形見てるんですね。で寝たか確認して、夢を見てそうなところで起こすんですね。で今起こして夢の内容を答えてもらってます。はい、オイルを垂れ直しながら走り始めているところ、この場面ですね。そうです。はい、わかりました。失礼しなさい。でこれね、結構すぐ寝てくれます。大体5分ぐらいしたら寝てくれます。で MRI って結構うるさいんですけど、このノイズがだんだん心地よくなってきて眠くなるんです。ああ、なんかナイスオイルを持ってる音を浴びたような気がします。ナイフを持った音がしちゃったりですね。分かりました。またよろしくお願いします。でこれですね、一人の被験者について200回夢の報告してもらえるまで実験を繰り返しました。これで10日間ぐらい。今何か見てましたか？で、まあ、夢のデータは、まあ、たくさん取ったんですけれども、まあ、そんなに面白い夢ってないんですね。でもちょっと一つだけ面白かった夢を紹介しておきたいと思います。皆さん、はい、今何か見てましたか？伝えるのが難しいんですけど、はい、カレーを作ってて、はい、ケイン小杉とカレーを作る、はい、という、まあ、たまにこういう面白い夢がありましたというと。で、まあ、こうやってその睡眠中の夢見てる時の脳のFMRI の活動を記録するんですけれども、それと並行して実際起きているときにいろんな画像を見せて脳活動を計測しておきます。でそのいろんな画像の中に、ここで文字で示したような本とかビルディングとか車とかいろんな内容が入っています。でそのデータを使ってその視覚的な体験の中にどういう物体が含まれているかを脳から予測するデコーダーを使います。でこれを使って、睡眠中の脳活動を解析して、その夢の内容と一致するかどうかを調べるということをやりました。で、これ今動画をお見せするんですけれども、各物体が現れた、まあ、確率のようなものが、この文字の大きさとこの画像、これは画像は、実験デコーダーを作るために被験者に見せた画像なんですけれども、それのコントラストで表されています。今だんだんカウントダウンしていって、今文字の画像がすごい多いですよね。でゼロになったところで起こされるんですね。でこれが夢の報告で、これもともと日本語ではこういうものでした。これは、まあ、直前に見ていたのは何か文字でしたということで、やはり夢の中で文字が出てたんですね。ですから睡眠中の脳活動を解析して、デコードされた内容と、その後起こされた時に報告した内容というのはちゃんと一致すると。つまり、その睡眠中の脳活動が、まあ、ちゃんとですね、夢の、内容を表現しているということがこれで証明されたわけです。ただ、まあ、これはその意味的な内容を解読したという段階で、まだその色とか形の再現はできないんですけれども、まあ、それはこれから取り組んでいきたいと考えています。でこの研究が、論文が出たのが2013年の4月で、まあ、論文出てよかったなと言い出たところなんですけれども、その2週間ぐらいですね、テレビ見てたらちょっとショックなことがありました。でこれガリレオというドラマ、皆さんご存知だと思いますけれども、そこのワンシーンなんですが、ちょっと見てください。脳内のイメージを映像化するなんて現代の科学ではできるわけがない と、まあ、我々の研究を全否定してるんですね。でせっかくその2週間前にサイエンスに論文載ったって喜んでたんですけれども、まあ、なかなか世の中ではまだ広まってないのかなというのでがっかりしたんですけれども、まあ、今日来ていただいた皆さんはちょっとこの福山さんの言ってることはちょっとおかしいということで、知り合いの方にちゃんと伝えておいてください。はい、で私自身はですね、まあ、こういったブレインデコーディングを使って脳と
その心の関係を深く知りたいと思って研究してるんですけれども、この技術が進歩するとですね、ひょっとしたら社会に非常に大きなインパクトを与えるものになるかもしれないと考えています。でデコーディングというのはつまり心の状態をロボットとか画像によってその外在化させるわけですね。でそれを通して我々は意思を伝達することができるわけです。つまり、従来のその言葉とか身体を介したコミュニケーションじゃなくて脳を直接介していろんなコミュニケーションができるようになります。で身体、我々何かコミュニケーションしようと思ったら喋るにしてもキーボードにしても、筋肉を動かす必要がありますよね。で筋肉と脳がつながっている部分って脳のごくごく一部なんですね。なんですけれどもこのブレインデコーディングを使うと、脳のあらゆる場所から情報を読み出すことができると。ですので、身体に制約されない、高帯域のコミュニケーションができると。ですから、従来、我々の文化というのは、言語とかですね、文字とかあるいは現代の新しいコミュニケーションツールによって、いろんな制約を受けてきたわけですけれども、ブレインマシン、あ、まあ、あのブレインデコーディングあるいはこれを応用したブレインマシンインターフェースという技術によって、全く新しい、人類の文化が生まれるのかもしれないなというふうに考えています。で、これを皆さんが受け入れるかどうかも、そろそろ議論し始めてもいいのかなというふうに考えています。はい、私からの話は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。上谷先生ありがとうございました。